これはダイソーさんトレック700と言っていいかもしれません。はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりにダイソーさんのネタ行ってみようと思います。ここのところですね、定期的にね、ダイソーさんチェックはしてるんですけれども、アウトドアコーナーね、行くたびに覗いてはいるんですが、なんかね、あまりと言ったら失礼なんですけれども、うおすごいなって盛り上がるですね、テンションの上がるような新商品っていうのはここのところであんまなかったんですよ。なんで私もですね、100均の商品あまりね、ここのところ紹介してなかったと思うんですけれども、今日はですね、あ、これはめちゃくちゃ良さそうというですね、久しぶりにこれは皆さんに紹介したいぞというギアをね、ゲットしてきましたので、今日は皆さんと一緒にですね、じっくり見ていきたいなと思っております。ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。ということでね、早速なんですけれども、本日ね、ご紹介するギアこちらです。レジャークッカーということで、なんかこの手のね、ステンレスのやつっぽいんですけど、この手のやつってなんかね、あったようなないような感じのものではあるんですけれども、今回ね、発売になったこちらのレジャークッカーが、なんとこの持ち手、いわゆるね、マグカップ形状になってるんですけども、吊り下げ式の取っ手もついていて、さらにね、結構ね、しっかりした感じ、この写真で見る限りだと、かなりね、しっかりした感じの蓋までついてくるというですね、これはマルチなクッカーなんじゃないのっていうものが、500円で発売になりましたので、早速ゲットしてきました。これ見た時にサイズ感が、私がね、メインで使っている、例えばこちらの、チタントレック700とか、あと先日ね、ご紹介したゴッサナーギアのですね、700mm 程度のクッカーのサイズ感に多分ね、近いなと思ったので、下手したらダイソーさんのトレック700って言えるんじゃないかなと思いつつね、まだね、開けてないんでわかんないんですけども、もしかしたらダイソーさんトレック700みたいな感じでですね、これ使えるんじゃないかということで、めちゃくちゃ楽しみにしております。これ500円ですからね。すごいですよね、ダイソーさん。ということで、今日はこちらのレジャークッカー吊り下げ取っ手付きという商品、500円のものをご紹介していきたいなと思います。では早速行ってみましょう。はい、ということでですね、改めましてこちら、今日ね、ご紹介するレジャークッカーになります。このね、まず箱の状態で他のね、商品とサイズ感比べてみようと思うんですけども、これがスノーピークのチタントレック700になります。サイズ感やっぱりね、この箱見た時に同じぐらいだろうなと思ったんですけど、このね、箱にパッと見た限りでは何ミリのサイズみたいなのはね、書いてなかったんですけど、大きさ的に同じような感じかなと思ったら、ほぼやっぱね、同じぐらいですね。あともう一つ、これもね、先日動画でご紹介したこちら、ゴッサマーギアのこのクッカーですね。これはね、若干チタントレックよりもちょっと低いというか、ちっちゃいんですよ。ちょっとだけね、ちょっとだけちっちゃいんですけど、これとね、ほぼほぼこの3つが同じぐらいのね、サイズ感になるんじゃないかなということで、おそらく後でね、中身のね、容量とかも測ってみようかなと思ってるんですけども、700ミリ前後のクッカーにね、なってるんじゃないかなと思います。ということで、早速なんですけれども、こちらのレジャークッカーね、見ていきましょう。まず、直火で使えます。吊り下げて使えます。これがですね、例えばこのチタントレックは、こういう感じでね、吊り下げはできないんですよ。こちらのゴッサマーも吊り下げはできないんですよ。もう吊り下げってなんかね、焚き火の上にブラブラさせるのってロマンあるじゃないですか。この吊り下げができるっていうのをまず一つですね、こちらのレジャークッカーのポイントになるんじゃないかなと思います。湯沸かしや調理にということで、これね、写真だとね、インスタントラーメン的なもの作ってますけども、ラーメン作ったり、なんかね、煮込み作ったりとか、ご飯炊いてもいいと思いますし、かなりね、マルチに使えるんじゃないかなと思います。私の想定だと、ここでね、レトルトカレーを温めつつ、上で砂糖のご飯とかを温めるみたいな感じの使い方もね、面白いんじゃないかなと思ってます。サイズ感ここに書いてあります。幅が 11.4、奥行き 11.3、高さが 11.3 センチとなってます。素材はステン食器ってなっててね、ステンレスコートしか書いてません。容量とかね、その辺がね、書いてないんですよって、多分書いてないと思います。
直火で使える、吊り下げて使える、湯沸かしや調理にということで、こんな感じのね、商品になっております。めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。あとはね、ペラペラじゃなければいいなと思うんですけども、もうね、早速中身開けていきましょう。あ、なんかね、いい感じの質感。あ、ちょっと待って。これ、いいかもしれない。すごくいいかもしれない。蓋がね、まずついてます。蓋から出しちゃいましょう。蓋も、これね、結構しっかりペラッペラじゃないんですよ。で、持ち手があって、ここにね、蒸気を出す穴があります。ちょっとね、この、くぼみとかがあったりして、しっかりとこのね、こう固定する感じの蓋になってます。で、本体行きましょう。本体も、これ、ダイソーさんでマグカップ的なステンレスのやつ売ってるじゃないですか。あれって、ものによっては結構ペラペラだったりするんですけど、これね、かなりしっかりしてます、作りが。こう、握っても全然ね、歪まないぐらい、かなりしっかりした作りの、そこもね、それなりの厚さあるんじゃないかな、と思いますね。作りはすごくしっかりしてます。しかもメモリもついてますね。500までのメモリ、300、400、500、200、300、400、500になるのかな、のメモリがついてます。あと、この 1G ってついてるのは、これ 1G じゃないのかな？あ、オンスか。16オンス。オンス表示も8オンス、16オンスっていうね、メモリも振ってありますね。で、持ち手がこんな感じのマグカップみたいに使える持ち手と、あと、吊り下げのね、こちらの取っ手がついてます。この吊り下げの取っ手も、すごい、ちゃんとこの状態で固定されるので、あ、すごくいいですね。質感すごくいいです。これ正直、500円とは思えない。で、500がここのラインだから、どんぐらい入んのかな？500、300、400、500、600、満水700ちょっとって感じですかね。後でこれ測ってみましょう。そしてね、蓋をしてあげると、こんな感じでね、ずれない蓋になっていると。完全にですね、このゴッサマーギアの蓋みたいに逆さにしてもね、ちょっと今これ中身入ってるんで外れちゃいますけど、中身入れてない状態だと、これはね、かなりカッチリはまるので、逆さにしても蓋落ちないんですけど、これも一応、はまってはいるけど、乗っかってるだけって感じですね。でもこれで横に揺れても、ずれない。このね、溝みたいな感じで高さがあるので、しっかりと、この、ずれて、蓋が落ちちゃうっていうことはないと思います。その辺はね、このチタントレック700も、少しね、この高さが蓋にあるので、これで固定される仕組み。ただこれもね、意外とね、蓋はね、簡単に取れちゃうんですけど、これよりは、こっちの方が、蓋はね、取れにくいかなと思います。取っ手の固定は、これはね、固定ないんだ。ここちょっと惜しいですね。ここにちょっと切れ込みがあって、よくあるじゃないですか。こう横にずらすと蓋がね、固定されるってやつ。そんな感じにね、できる方は加工してあげると、ここの持ち手をね、立った状態にしといて、こう寝ちゃうとね、熱くなっちゃうんで、この立った状態にできるように、加工できる方とかはちょっとここね、工夫してあげるといいかもしれないですが、まあこれ500円ですからね、しょうがないですね。と言いつつもすごく、まずこの段階での質感はめちゃくちゃいいです。ただし、これステンレスでできてますし、今ね、比較でお見せしている、このチタントレックにしても、このゴッサマーの、こちらのクッカーにしても、素材がね、チタンになるので、重さとかはね、全然変わってくると思います。重さも、念のため、あんまり気にする方ね、いらっしゃらないとは思うんですけども、測っておきましょう。まずは、チタントレック700が、これが 126g になります。そして、このゴッサマーギアのクッカーが、128g になります。そしてこちらのね、ダイソーさんの500円のクッカー、500円で蓋ついてて、吊り下げまでついてるってやばいよな。228g ということで、100g ぐらいね、重いですね。まあいろいろ取っ手がついてたりとか、あとね、この素材自体もかなりね、分厚い素材になってるので、
ご飯とか炊いてもですね、美味しく炊けるんじゃないかなと思います。重さに関してはね、そこまで気にする方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、ざっくりね、このチタン系の同じぐらいの容量のクッカーに比べると 100g ぐらいね、重い仕様になってるかと思います。ではですね、サイズ感なんかもこれほぼ一緒なんだよな。ちょっと直径はちっちゃくなるけど、ほぼほぼ一緒なんですよね。この辺がね、チタントレックと比べるとちょっとねちっちゃくなるかな、5ミリぐらいちっちゃくなるかなと思うんですけど、でもほぼこの3つ並べて同じような感じでね、使っていただけるクッカーになるんじゃないかなと個人的には思います。では私ね、今このゴッサマギアのクッカーをねメインで使っておりまして、中にねさっき取り出したこんな感じでスタッキングをしてます。下にこれベルモントのなんだっけな、トレールカップだったかな、そしてグビグビで、ゴッサマのチタンマグと、あと中にねアルコールストーブを入れてるんですけども、これねまんま入るんじゃないかなと思います。スタッキングに関してはね、皆さん持ってるギア違うと思うので、あくまでも参考までになるんですけども、入れてみます。おっと、あ、入った。あ、逆にこっちの方がぴったりだな。いい感じにスタッキングできました。まあ参考までにはなりますけども、こんな感じでね、スタッキングをして、さらにね、上余裕があるので、もうちょっとなんかね、入れたいものがあれば入れることもできるんじゃないかなと思います。あくまでも参考までに、こんなものも入りましたということで、このね、ベルモントのトレールカップがね、かなりシンデレラフィットするんじゃないかなと思います。で、この中に、こんな感じでね、私はスタッキングしてるんですけども、今までね、スタッキングしていた中身がね、そのまま入れ替えて使うことができちゃいました。ということでですね、ここまで印象めちゃくちゃいいです。では、こっからですね、この容量ですね、500まではメモリ振ってあるんですけども、その先どれぐらい入るのかということで、チェックしてみようと思います。はい、ではですね、今こちらの500のね、見にくいかもしれないんですけども、メモリのところまでですねお水を入れてみました。で、ここからですね、一旦このメジャーカップに 150cc 入れてますので、これをね入れてみようと思います。これを入れると、これで650ですね。そうするとマックスで、まあ一旦これにちょっと50一旦刻みましょう。 50cc 入れます。50、これで今700ですね。満水だと750ぐらいまでいけると思うんですけども、実質ですね750で満水の状態で使うことはないと思いますので、一旦この状態700が実質的なね満水としてもいいんじゃないでしょうか。実際にはね700まで水を入れて使うことはあまりないと思います。例えばレトルトカレーとかを入れるんであれば、中にね、レトルトカレーのパックを入れて、そこにね、水とかお湯を入れて使うことになると思いますので、満水で単純にお湯を沸かす目的だけであれば、700ぐらい、もしくは650ぐらいっていうのが実用的な範囲なのかなと思います。あとはですね、こちら特に注ぎ口とかはねついていないので、このチタントレックとかね、このあたりはここからね注げたりとか、あとゴッサマギアもね注ぎ口がついていて注ぐのがすごく優秀だったりするんですけども、そういったところまではですね正直これはね望めないのかなと思います。注ぐとするならば普通のね鍋とかから移すような感じですね。いきますよ。普通にこう行くしかないですよね。なんとなくこんな感じで、もしコーヒーとかを入れたいのであれば、まあ、こんな感じでやるしかないかなと思います。これ蓋をしてやるとね、結構ダラッとこぼれちゃうんじゃないかなと思うので、蓋をうまくちょっと隙間を作ってとか、どうだろう。まああんま変わんないな。あ、でもこうやってちょっと両手でやれば、なんとなく細注ぎ的なのはね、できなくもないかもしれないですね。この辺は皆さん、工夫するなり、針金とかのね、スキッターをね、使うなりして、もしこれでドリップをしたいよということであれば、使っていただければいいんじゃないかなと思います。とにかくこれね、普通のマグカップ、クッカーみたいな感じで、ここの横の持ち手もありますし、何かね、焚き火調理なんかをするときにですね、ぶら下げつつ調理をしたい、煮物をしたいなんていうときには、上でね、このようにぶら下げて使うこともできます。もちろんこのぶら下げ用の取っ手は、
外すこともできるので、使わない時には外しておくこともできますし、まあ、普段からこうね、つけといてもいいと思うんですけども、結構ね、こうやって固定されるので、こういう斜めにしといてあげてもいいかもしれませんし、この上の状態にね、しといてもいいかもしれませんし、とにかくね、作りはすごくいいと思います。これ500円は正直、びっくり価格ですね。はい、ということでですね、水の容量チェックでした。では続けてですね、こちらクッカーにね乗せた時のイメージ見ていただきましょう。せっかくなんでね、私がメインで今使っているこちらのね、外の ST350 に乗せてみようと思います。こんな感じでね、しっかり乗りますね。非常にですね、使い勝手が良くて、私もずっと気に入って使っていたチタントレックであったりとか、最近ね1軍に昇格したこのゴッサマーギアのクッカーとほぼ同等サイズになりますので、非常にねソロで使い勝手のいいサイズ感のクッカーになると思います。ちょっと今ね、水を捨ててきただけなんで、まだね中に水が残ってしまっているんですけれども、例えばですね、さっき口頭でお話ししたような用途でいくと、こういったレトルトカレーなんかを入れてですね、こう折りたたんで入れて水を入れます。この上にですね、こういったレトルトご飯ですね、砂糖のご飯とかに切れ込みを入れてですね、こうやって蓋代わりにね乗せてあげて、下で湯煎をしつつ上に上がる水蒸気でですね、砂糖のご飯を温めるというね手法があるんですけども、そういった調理にもちょうどいいんじゃないかなと思います。これからね寒くなってくる時期になりますと、これでですねちょっとした煮物、スーパーとかコンビニで売っているおでんとかをねこれで温めてもいいと思いますし、そこにですね筋の串とかよくスーパーで売ってるじゃないですか。ああいったものをプラスアルファしてあげて煮てね使っていくのも、これからの時期最高のつまみになるんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですねこちらのダイソーさんの多分ね新作だと思うんですけれども、レジャークッカー吊り下げ取っ手付きというね500円の商品をご紹介させていただきました。アップの時にねジャンコード載せるの忘れちゃったんで、これでジャンコードチェックしといてください。いや、これね、とても500円とは思えないクオリティです。正直ですね、この比較するクッカーが名作すぎて勝負にならないんじゃないかなとですね、頭の中で妄想してる時には思ったんですけれども、全くそんなことなくてですね、価格差考えたら信じられないぐらい、このクッカー万能だと思います。とりあえず皆さんね、一つ買っておいても全然いいんじゃないかなと思います。これ普通に家でもね使えると思いますし、家でねちょっとしたものを保存して冷蔵庫の中とかにね入れておくような感じの用途にも全然使えると思いますし、キャンプの時にはいわゆるねこう焚き火の上にぶら下げて使うなんていうですね、なんとロマンのあるというね料理もすることもできます。遠火で保温しながらですね煮込み料理を作るなんていうこともできますし、がっつりお湯を沸かしてとかね、いろんなものも使える、結構ね厚みもあるので、炊飯ご飯炊くのもね美味しいんじゃないかなと思うので、いろんな用途でね活躍させてあげてください。正直ねこのチタントレックが今6000円ちょっとぐらいになるのかな。重さはねこのチタンシリーズの方が 100g ぐらい軽かったですけども、 100g の差っていうと、よほどのキャンパーさんじゃない限りはもう誤差みたいなもんだと思うので、重さのところを抜きにするとこっちもね7000円ぐらいしますんで、それがほぼ同等、もっと言ってしまえばこの釣り手がついてる分、もしかしたらこっちの方が進化してるんじゃないかっていうものが500円で買えるってやばいんで、これはとりあえず見つけたら皆さんねゲット推奨ということで、ぜひチェックしてみてください。これはね本当に久しぶりにダイソーさんというか100円ショップの商品で、これはめちゃくちゃ良さそうって思ってね、これは紹介しなければと思って紹介しているものになりますんで、本当におすすめ、これは良かったです。いや、ということでですね、こちら、これはもうもはや進化版のダイソーさんトレック700と言っていいんじゃないかなと、私がね勝手に命名したいと思います。気になった方はですね、ぜひまあ見かけたらね1個ぐらいゲットしたいともいいんじゃないかなと思うんですけど、もう本当にねペラペラじゃなくて、すごく剛性があって作りもねしっかりしているので、いろんな用途でね使っていただけるクッカーになってるんじゃないかなと思いました。ということで本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。これはダイソーさんトレック700と言っていいかもしれません。